2021年春夏女子モテコーデ対決。あの企画ですよ。あの企画ですよ。この4人でコーデ今から選んでいただいて、はい、女性スタッフに投票して順位を決めていくという。はいはいはい。なんで司会なんですか。それはね、結果を残したから。はい。今回はい初、はい、そうですね。まあもちろん1位でしかないと思うんで、このメンツやと、はい、頑張ります。前回、そうですね、一緒に出てね、再会で、はい、修行パートがあって、はい、強くなって帰ってきたんで、そうですね、ほんで中村店長に教えていただいて、まあ、一番結果出さないといけない、ね、出さないと、はい、やばい、はい、やばい、プレッシャーがこちらも初参戦でも僕、あれで1位取ってますから。え、どれですか。取れてますもん、プレゼント、この力で。あれねやめて、それえ、どの力ですか。この力で、マニーで僕の人ちょっと余裕なんで、今日ね、はい、初参戦ですけど、なんでそんな余裕なんですか。いや、前最下位だったんで、失うもの何も逆にね全然大丈夫です。まあ、でもなかなかでもコメントきついですよ。だいろんな、ね、いいコメントいただけるように、はい、頑張ります、はい、頑張っていきましょう。はい、それでは女子モテコーデ対決スタートです。やばいっす。前回最下位ですけど、もうちょっと勢いないと。なんか先からナーバスになってる人思い出してきてます。だんだん、ね、絶対1位となるんだよ。後ろ見てください。そうですね。え、もうこれ決まってるの。これもう決まった。いや、とりあえずキープ。でもだいぶ後ろかな、はい、あの本店の店長のプレッシャー来てるよ。なんて言ってました後ろ。そういうこと見てます。負けるわけには。ああ、ますね。ほらほら。選びたがってるし、多分。結構毎回余裕あるっすよね。そうですね。今ちょっと時間に追われてるんですけど、これは今あのヌーディの、ちょっとまず黒パンでいこうかなと。で、ちょっと春らしい色味を取り入れたいなと思ってるんで。ああ。やっぱ映えさすなら下黒かなっていう。あ、どうも。どうも。どうもちゃん。師匠。え？どんなんですか？え？女心どんなんがいいですかね？え？これ対決じゃん。みんな必死で選んでるじゃないですか。何よ。ご助言を。自分で選べ、そんな。そんなん俺に聞いたらあかん、そんな。勝ちたいんですよ。ほんなら自分が来たいって思わないやつ選んだら。自分が来たい。だって前最下位やったわけやろ。そうですね。自分のコーデっていうのは女の子に今のところ受けてないんだという、もう自分の中で受け止めて、うん、僕がこれは着ないなっていうやつ選べばいいんじゃない。了解いたしました。それで1位になったら自分を恥じろ。スクレさん、今日の作戦は。今日の作戦は一応テーマが春先2人で花見に行くという。あ、花見デート。花見デート。そくらさん、花見デートだったらどこに。彦根城。あ、彦根城。はい。結構ガチなことを言ったな。本気の恋をしないといけない。どういう女性がタイプなの。それ聞きます。僕結構わがままなんですよ、はい、なので、うん、僕のわがままをね、うん、はい、僕できました。できました、僕できました。できました。はい、できました。はい、ちょっとゆるい感じ。はい、ショップコートを使ったコーデで、これバズリクソンってブランドのサーマルなんですけど、はい、でジョンブルさんのショップコート、はい、ひっこり、これちょっと春っぽいでしょ、はい、でナイジェル・ケイボンさんのファティグパンツ。これ足元どういうのを。あ、そうやね、靴選んでなかったけど素足でいいんじゃない。もうあえて何も履かない。ペタ足、はい、はい、どう。あともう下半身です。あと下半身。50%、まだ50%。まだ50%。まだでも 50% の力しか使ってないんで、うん、もう 50% だったら。まあ早い、選んでください、ほんまに。決まりました。なんとか、多分。よし、みんな決まってきましたね、だんだんね。そうですね、これで1位じゃなかったらどうしようかな。いや、もうみんなでもね、もうマジで1位狙ってますもんね、はい、ほんまに。春でしょ、春夏でしょ。春夏でしょ。はい、2021年春夏。はい。タッシー、はい、決まった？
いやもう分かんないっす。わあ、瞑想してる、はい、ちょっと一番最初に決まってたはずなんですけど、そう、ちょっとブレてきてる。はい。え、どうした、なんでなんで、いやなんで困った、何に困ってるかも分からなくなるぐらい困ってる。もうちょっと時間迫ってきてるんで、はい、大丈夫、決まった、大丈夫、決まりました。このシューズ、あ、このめっちゃかっこいいんで。おー、まあ、確かに、めちゃめちゃ師匠、師匠、え、男爵が選んだスニーカー、これって、これ俺の私物やん。なんでちょっとおしゃれかな、汚れてるわかるやろ。めちゃめちゃ汚れてるやん。置いてるもん全部売り物やと。はい、もう悩みすぎて、あ、悩みすぎて、悩みすぎて、瞑想の置いて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 、もう正気の差だと置いて、え、めっちゃ可愛いじゃないですか。可愛いでしょ。うん、すごい俺色を出してます。今年はカバーオールですよ。でもだいぶ固まってきてる感じ。そうですね、あとはもうスニーカーかブーツかで。順調っすか。順調っす。いただきました。1位、いけそう。2冠取れそう。2冠。どう、タシ、はい、決まりました。決まりました。決まりました。どう、1位、余裕っすね。余裕でいいです。余裕っす。余裕で散々考えた結果、うん、余裕っす。結構みんななんか1位いけそうで言ってるけど、あー、大丈夫、自信分けはみんな、あ、自信だけはみんな、自信だけ1位は自分だと。あ、余裕です。あ、はい、期待します。決まりました。はい、決まりました。決まりました。決まりました。どうすか、自信は。まあ、あります。あります、あります。まあ、前回ね、最下位やったし、めっちゃ待ってる。はい、はい、ダチ、はい、どうですか、今日のこのコーデのポイントとかあります？いや、もうやっぱ春夏なんで、はいはい、まあ、春に照準当てて、はい、まあ、ベタですけどお花見に行こうかなと。ああ。やっぱお花見ピンク、はいはい、あれやっぱ一番大事なんで、はい、お花見と、まあ、女性を引き立てるように自分は暗く行こうかなと。深いなぁ。で、上シャツと靴緑で揃えて、ゆとりのあるこうリラックス的なコーデで、はい、ちょっとゆったりワイドに仕上げてみました。はい、ありがとうございます。はい、スクレさん、お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、ポイントを教えてください。ポイントは、はい、オーバーオールとカバーオールです、はい、オーバーオールって女子受け悪いってよく言われてるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。そんなイメージもなかったですけど、そこを覆したろうと、はい、まあ、オーバーオールファンを増やしたいと。そうです。だからこれを、まあ、カバーオールにすることによって、オールオールと。よしよしよし。顔がまがまいんですけど、タシ、はい、お疲れ様でした。あとポイントを教えてもらっていいですか。ポイントは、ポイント、僕がもう欲しいやつ。あ、欲しいやつ、はい、まあ、だいぶ迷ってたもん、ね、そうなんですよ。僕が今、はい、着るならこれ着るかな。あ、これ着ると、はい、ちょっとゆったりしたサイズ感と、ね、なんかシンプルすぎなくて、そうなんです、ちょっと柄を、あの前との前回位置にちょっと柄目立ってきましたんで、そういうことですね。あ、そういうことですね。履歴を元にこう、なんか好みで選んだとか言っときながら、結構ちゃんと作戦立ててました。ちょっと男爵、だいぶ前回と感じが。そうですね、大学生脱出のために、はい、己の感性を捨てました。ポイントは、ポイントは、はい、もう自分が着ない。店長を師匠にしてまで、弟子になってまでこう、ね、今まで頑張ってきたわけだから、いけると思います。いろんな意味で楽しみです。はい。はい、では皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。4人分コーデ揃いましたので、はい、投票に移りたいと思います。お願いします。結果発表。これ出すな。はい、皆さん、ついに集計結果が出ました。イエーイ。では早速結果発表に移らせていただきます。はい、はい、はい、では第3位は、はい、スクレーです。おー、スクレー、はいはい、マジで。はい、スクレー、どんなコメントを来てます。はい、はい、コメントなんですけれども、はい、いい意見としましては、はい、個性があっておしゃれ。個性しかない、はい、個性しかない、はい、個性しかないってことですね。ちょっと厳しい意見としましては、ちょっと暑そう、あ、着る人を選びそうだなと感じました。初デートにオーバーオールは嫌です。初デート、初デート、初デートって、勝手に設定が設定されてるんか。岡崎店長なら似合いそう。ああ、体格、イメージ、
今回ですね、うちの社長公表していただきました。あ、社長だ。社長コメント。社長コメント。社長コメント。はい。オーバーオールとのバランスがいい。あ、社長に褒められたらいい。他のコメントいらん。第2位の発表です。はい、第2位はタッシーです。あー、くっそー。いや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 、いいよ、2位いいよ。ちょっと待って、2位いいよ。 A クラス、 A クラス。はい、第2位のタッシー。はい、マジか。はい、寄せられた意見としましては、はい、シンプルで差し色で青を入れていていい。シンプルイズベストですが、シャツの柄やパンツのデザインなどに個性があっておしゃれです。自分がどんな服装でいっても合いそうなので助かる。その通りです。やっぱ2位ですね。それしか考えない、はい、シンプルな組み合わせだけど爽やかさを出せていて良き。よき。おー、彼氏に来てほしい。よし、いいな。あとは、社長コメントとしまして、はい、普通すぎる、まあええかっていう意見もあります。あ、なるほど、はい、かしこまりました。じゃあ次発表いかせていただきます。はい、はい、真ん中来ますか。真ん中来ますね。あー、はい、めっちゃ緊張する。ついに第1位の発表になるんですが、はい、まあ、自動的に最下位の、はい、発表。最下位じゃなくてよかった。あります。では1位、はい、発表します。はい、はい、第1位、ダルシャク。おお、おめでとう。すげえ。いや、待って、自分を否定して、まあ、そうですね。1位、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ほんまおめでとう。たくさんいいコメントが来ると思いますので、はい、はい、コメント読み上げます。はい、大人っぽくて素敵です。おお、シャツにベストのスタイルが春らしくて素敵です。落ち着いた大人のデートができそう。ダントツの1位です。ダントツの1位。おしゃれ、上級者コーデという感じです。最高。すごい、いいね、いいね、いいね、いっぱい来てるね。こんな足目の大人いるか。ダーシャクはね、いろいろあって、はい、ここまでたどり着けたのかなと。修行パートもあって、はい、1位になったんで、はい、師匠も卒業かなと。一番はもう師匠に。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとう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 。なんか嬉しい。はい、出なダメですか。はい、第4位、はい、ダッチに寄せられた意見です。はい、シンプルに好きじゃないです。はい、良さがわからない。はい、ちょっとおじさんっぽい。あー、色味がね、地味です。デートというよりお父さんのファッション。少ないデートに。お父さんですからね。そうですね、お父さんですからね。絶対楽しくないデートになりそうな感じが服から伝わります。服から、はい、すごい、はい、救いの言葉なんかないですか。救いの言葉ありますよ。あ、やった。やはり、はい、なさそうやな。やばいやばい、探してる。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ダシャク、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。難しいですね。やっぱ物が良くてもこのバランスっていうところ、そうですね。ね、本当に合わせ方、はい、いろいろ勉強になりましてありがとうございます。ありがとうございます。というわけで2021年春夏女子モテコーデ対決終了です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ではまたのご来店お待ちしております。お待ちしてます。